日米合同軍事演習のオリエントシールド22が開始、ハイマースを南西諸島に配備との情報をキャッチしました。今回は、この南西諸島のミサイル防衛を詳しく見ていきますね。ハイマースの欠点もあるし、そのうち無人ハイマースが出てきますね。2022年は、全日程で8月14日から9月9日、稼働で8月28日から9月4日の期間にて、久上自衛隊とアメリカ陸軍との合同軍事演習であるオリエントシールド22が、九州の演習場を中心とした複数の箇所で執り行われた。オリエントシールドは、毎年実施されている日米の陸上部隊が参加する大規模軍事演習であり、今回の2022の実施内容は、より強く、南西諸島方面への軍事的な圧力を高める中国軍を念頭に置いたものであることを伺わせた。今回のオリエントシールド2022には、陸上自衛隊側から約1400名、アメリカ陸軍側から約700名の合計で、約2100名が参加しており、複数の部隊が、複数の演習地に分かれて想定されたシナリオに沿った演習を行っている。オリエントシールド2022の参加部隊としては、陸上自衛隊は、西部方面総監部、第4師団、西部方面特化隊、第2校舎特化団、西部方面通信軍等が参加したことが確認されており、西部方面総監が指揮を担った。一方のアメリカ陸軍は、在日アメリカ陸軍司令部、第1マルチドメインタスクフォース、第124歩兵大隊、第17砲兵旅団、第38防空砲兵旅団等の各部隊が参加しており、在日アメリカ陸軍司令官が、その指揮を行っている。今回のオリエントシールド2022においては、演習全体の統括を行う日米の共同での指揮所が、陸上自衛隊の西部方面総監部が所在する熊本市の県軍駐屯地に置かれ、陸上自衛隊の約300名、アメリカ陸軍の約250名がこれに従事した。これらの例下において、福岡駐屯地では、日米共同での対空戦闘の訓練が行われ、そこには、陸上自衛隊、アメリカ陸軍ともに、約100名ずつの人員が配置され、敵側に、制空権や航空優勢を与えないための対空防御を意図したものと想定される。また、熊本の大和軍の大屋の演習場では、敵の戦車等の装甲車両に対する、迎撃訓練が行われ、陸上自衛隊は01式携帯戦車誘導弾、アメリカ陸軍は、今のロシア・ウクライナ戦争で一躍脚光を浴びた FGM-148 ジャベリンの日本国内で、初の未射も行われた。鹿児島県の湧水町と宮崎県のえびの市にまたがる霧島演習場では、陸上自衛隊から攻撃型の回転翼機 AH-64 が2機、汎用の中型の回転翼機 UH-1 が2機、大型の輸送用回転翼機 CH-47 が1機が参加してのヘリボーン作戦等が実施された。ここには、アメリカ陸軍からは、汎用の中型の回転翼機である UH-60 が2機投入されており、陸上自衛隊の前述の回転翼とともに、ヘリボーン作戦に従事し、両軍の連携による、相互での対処能力の向上を狙った演習であったと思われる。この霧島演習場での合同軍事演習には、陸上自衛隊側が約700名、アメリカ陸軍側が約280名を参加されており、人員の規模で見た場合には、今回のオリエントシールド2022中でも最も多い投入数であり、その意図が伺える。これは、南西諸島の防衛に際して、敵の上陸を許してしまった、島嶼部へのカウンター攻撃を起としたものであると、個人的には映り、各種の回転翼機をもって、迅速に反撃を行うための、
機動的な兵員の投射を実現させるものだと感じられる。そして九州の本土から離れた鹿児島県の奄美大島においては、陸上自衛隊の奄美駐屯地と瀬戸内分田室地を中心に、日本の南西諸島に接近してくる敵の艦艇の阻止を目的とした、日米で初の共同での対艦戦闘訓練が実施された。奄美大島では、奄美駐屯地と瀬戸内分田室地とに、陸上自衛隊から約200名の人員が参加し、アメリカ陸軍からは約50名の人員が参加しており、地上から敵艦艇を攻撃するための訓練が日米双方の連携によって行われることとなった。ここには陸上自衛隊からは12式地対艦誘導弾が、アメリカ陸軍からはこちらもロシア・ウクライナ戦争では一躍ウクライナを救う供与兵器としてその名を知られるようになった高機動多連装ロケット砲システムのハイマースが投入されている。現在の12式地対艦誘導弾等は最大でも射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長射程とは言い難い兵器ではあるが、現在同兵器は日本政府の提唱するスタンドオフミサイルの構想にのっとって能力向上型が開発途上にある。この12式地対艦誘導弾等の能力向上型は、第一段階の目標としておよそ 900km、 さらに第二段階としてはおよそ 1500km にも及ぶ射程距離の獲得を目指しているとされ、今後の日本の防衛力の用となることが期待されている。アメリカ陸軍の高機動多連装ロケット砲システムのハイマースはウクライナにも供与されていると思えしき M31 型の GPS 誘導機能付きの砲弾で、およそ70から 80km ほどの射程距離を持つとされ、精緻なピンポイント攻撃で名を挙げた。これらの GPS 誘導機能付きの砲弾は6発を1組としてハイマースの後部の旋回式の発射機に搭載して使用され、ロシア・ウクライナ戦争においては対地攻撃用途に使用されているが、アメリカ陸軍では対艦攻撃用途にもこれを運用している。ちなみにウクライナはハイマースで運用可能なもっと長射程の攻撃が可能な砲弾の供与をアメリカに求めているものの、そこまでは実現されておらず、それは MGM-140 エイタムスクと呼ばれている射程がおよそ 300km にも及ぶ砲弾である。この MGM-140 エイタムスクは、前述した M31 型の GPS 誘導機能付きの砲弾よりも、はるかに直径そのものが大きいため、後者が6発1組であった発射用のコンテナの中に1発のみが収容される形式であり、戦術弾道弾に分類されるものとなっている。興味深いのは、MGM-140 エイタムスクを収めた発射用のコンテナは、通常の M31 型の GPS 誘導機能付きの砲弾等と一見して区別がつかないように、同じような外観にあえて製作されている点で、敵からの偵察などで攻撃能力を知られることを防ぐ工夫が施されている。アメリカはロシア・ウクライナ戦争においてこの 300km もの射程距離を有するとされる MGM-140 エイタムスクをウクライナに供与することを認めていないが、これがロシア側の強硬姿勢を招く恐れがあるとしていることは残念である。すでにロシア側はハルキウ州でのウクライナの反攻によって軍事的には劣勢な立場に追い込まれつつあり、今の状況が続く公算が大きいと判断すれば、戦術核兵器の使用に踏み切る可能性がより高まることが予想される。この機に及んでも、
これら MGM-140、エイタムスクや西側諸国の戦車、具体的には NATO 標準とされているドイツのレオパルト2などのウクライナへの供与を躊躇している間に、ロシア軍はなりふり構わぬ攻撃に及ぶ恐れは増大している。さて、オリエントシールド2022に話を戻せば、今回アメリカ陸軍が奄美大島に展開した高機動多連装ロケット砲システムのハイマースは、今後の同様な軍事演習の実施を鑑みて、しばらく奄美大島の中ダムロ地に留め置かれることになったという。こうした状況は確かに異例だとはいえ、その実際の状態よりも、それが日本がアメリカが仕掛けようとしている中国との戦争により深く関与させられつつあることの証明だとばかりに、そのことを言い募るぜ。力が勃興している。そうした論調でよく知られる人物は、 F-35 ライトニングには故安倍元総理がアメリカから押し付けられて大量に買わされただのと、これまでも日本の防衛施策に対して幾度となく批判を繰り返してきたことは言うまでもない。日本では一応リベラル派と称されるこれらの左派勢力が、具体的な代案も何ら示さないままに、未だ多くのマスメディア等でこうした日本にとって理のない主張を繰り広げているが、その無意味さは今更感を通り過ぎている。